今回は、ついに逮捕牢獄家、月城柳、の実相が発表。待望の〇〇性能持ちとか引くしかないだろ。に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。柳実相来たー。ついに六家実相か。柳さん初めて見た時からデカすぎてストーリー出てくるたびにドキドキしてた。実相嬉しい。柳ちゃんでかいから好き。マジで柳の服装とプロポーションえすぎでしょ。メガネプラスコルセットに乗っかるデカプラスタイトミニすぎコルセットスカートすべすべ全身設定狂気のコンボで俺のゼロ号フォローが膨張しすぎて新エリー都を飲み込んじゃうよ。どの属性もまだ少ないから、推しキャラだけじっくり育ててれば苦戦することもなくフィルム貯められる。ロッカ最高すぎる。ってことは春正元気なのかな。一層宮城の属性がわからんくなったな。雷にしたら確実に昇格が。うっち 3D モデルの変更って昇格にメイド服着せることなんじゃないかと思ってる。氷の改心デバフも確か 10% 程度で微妙なんだよな。凍結の持続時間プラス5秒とかで氷以上来ねえかな。春正電気強行宮城氷以上か。宮城は強行やと思うけど、ダメシステムはシンプルな率ダメじゃないと思う。状態異常値がとかデバフがとかじゃないかな。居合抜刀をまさかの防護にするなんてことも。雷の限定強行はよ。春正って強行なのかな。あいつも六家だった気がするけど、あそこ撃敗ないのかね。宮城が氷以外でムエレンが絶望する展開、見たいか見たくないかで言えば超見たい。性格悪い発言だけど、エレン引いた身としてはとても賛同できる。宮城たくさん聞きたいから貯めておくという理由だけならいいが、氷かぶるからも加えてしまった途端飯馬だな。いたら快適だけど、いなくても現状なんとかなっちゃうから、どのエージェント引くかはその人次第なんだけど、ごちゃごちゃ理由を並べて引かないってのが不服なのはなんとなくわかるね。まあでもそれはそれとして、もうちょいのんびり構えて会話してきたいものだね。実際最初期に各属性の限定強行は実装するだろとは思う。宮城は炎強行でいいぞ。これで昇格も勃起から脱却だ。月城柳の見た目、ほんと好みなんだよねー。次のシーザーは欲しいから、バーニスはスルーしようかな。月城柳が来たけど、このツイートのおかげで S ランクは確定だね。ついにホロー6化の情報が来たね。1.3 で柳か、本命は宮城だけど、相性はどうなんだろう。柳も引くつもりで石を貯めてるけど、強かったら嬉しいな。6化が来た。柳さんが来たってことは、他の6課のメンバーも続々と来るのかな。バーニスは絶対手に入れたいし、6課のメンバーも欲しいな。ほよばめ。柳さんがライトより先に来たのか。グレイスさんは表では強いキャラだから、裏でも活躍できるかもしれないね。引いた方が良さそうだけど、春正くんが電気攻撃で来る感じがするな。どうなるんだろう。シーザーがめっちゃ強そうで、ジェスガを使う戦い方が楽しそうだったから欲しかったけど、もうすぐ柳さんが来るって分かったから浮気はしないよ。本当に心が揺れそうだったから、発表があってよかった。柳さん以上パーティー作ったら面白そうだね。グレイスさんがまだいないから、今はセス君とジェーンさんがリナさんと組んでるけど、ここに入れるのもありかな。タイホローメンバーが来たらまた状況が変わると思うけど。柳さんだー。ってことは 1.3 は6課だよね。めっちゃ嬉しい。後半はやっぱり星見宮城だよね。そうだよね。柳は2目での戦闘以来で電気っぽい攻撃をしてたけど、やっぱり電気なんだね。電気以上はグレイスと被っちゃうから、氷以上になったらキャラ全体や所属のバランスが良くなるんじゃないかなーって勝手に思ってたよ。ちょっと待って、待って。柳さん。ずっと待ってたんだよ。実装があるかどうかわからなかったから、すごく嬉しい。この感じ、宮城ちゃんもいるのかな？ S 級月城柳が前半に確定したから、バージョン 1.1 のキャラ実装順を考えると、バージョン 1.3 の後半に S 級星見宮城と A 級春正がピックアップされる可能性が高いんじゃないかな。柳だー。やっとホロー6課が来るね。春正も来るのかな。でも宮城は最後に登場するだろうね。電気以上だけど、宮城との相性はどうなるんだろう。それにしてもカリュドーンではライトさんだけ来てないけど、どうなるんだろうね。雷の異常か。
ジェーンと組むなら、バーニスより柳の方が合いそうだね。電気異常キャラか。好きなんだけど、グレイスさんと役割が被るのはちょっと困るな。片方を安藤さんパにして、もう片方を混沌パにするってこと？柳電気異常なのかグレイスと相性良さげでいいな。柳の動きは強行っぽかったけど、異常ってことはジェーンみたいにローで戦うスタイルなのかな。ゼンゼロの新キャラ、やばいね。キングとバーニスは完全にスルーだな。工場の天井でグレイスを狙おうと思ってたけど、電気異常のピックアップがあるならそっちの方が魅力的だな。じゃあ、工場の天井は誰にしようかなって感じだね。電気異常なら、みやびが電気強行な可能性が高いね。みやびチン入りなだと陣営ボーナスが少ないし、A ランクで6課の電気支援キャラが欲しいな。6課は総括と柳だけど、氷サポートと電気異常のせいで微妙な関係だね。春まさかみやびは同じバージョンで来ると思ったけど、シーザーみたいな条件もあるから、予測が難しいな。柳さんが来た？って電気が変だ。ってことはリナジェーン柳でみんなの追加能力が発動するってことだよね。やったね。電気異常でグレイスと被るのかな？どうなるんだろうね。アンビーチンイーのケースはあったけど、レアリティが違ったし。なんか宮城が氷撃破な匂いがすんだよな。炎強行じゃないの？人玉が燃えてるっぽいし。宮城は可愛いから支援にしてほしい。いやマジで。カズハもルアンも一生強い。宮城は日本刀で戦うキャラだろ。そう、物理強行だ。宮城は黒髪剣士キャラってだけで押せますわ。氷かぶりは最悪良いとしてさすがに強行じゃないと納得できんけど、氷の強行ならエレンが終わりそうだけど、エレン引けなかった人はここで氷アタッカーは確保したいもんな。宮城のタイミングでエレン復刻して雷と氷絶対や。 1.3 以降のキャラに関してはまだ妄想の域。二人で1年目は S キャラを同じ属性と役割かぶらせることしてないし、普通に考えたら氷以外の強行に変更されてるだろうな。それか役割が氷以上か氷撃破あたりになってる可能性ある。カフカと読み、あれで強行じゃないなんてことあるのか。属性は何でも良いけど、エレンエレンうるさいガキとも黙らせるために氷強行でいいぞやれ。とりあえず A キャラでも全属性、全特性で出してくれないか。居合ができる課長が強行じゃないわけないわ。エレンが手数タイプで宮城が一発高倍率タイプになるだろうな。チンイーがいる以上瞬間火力型の方が現時点では優位性あるんだが、非ブレイク限定高倍率バッファーもそのうち出るやろ。強行だろう。雰囲気的には氷変えてるだけど、どちらにしても被るな。氷以上で採用時に居合モーションになってさらに大ダメージとかどう？火の玉と戦うスタイルからも、エフェクトの見た目からも、電気っぽい柳や春まさとのシナジーからも、氷が一番なさそうまである。風はそもそもなくなったんだから別属性に変わるのはしゃあないけど、氷は残ってるんだから変える必要ないじゃん。それ言うならエレンだって初期ベータでは影も形もなかったし、役割を譲ってもらったとも取れる。なくなったから変わる、増えたから変わる、どっちも同じだろ。実装されてなかっただけじゃん。役割を譲ってもらったケースが前例にあるの？少なくとも宮城は氷撒き散らして戦ってたっていう事実はデータの実績としてすでにあるわけだけど、春まさと柳が電気なら、むしろ氷確定じゃない？じゃないと、総格ちゃん一人だけ浮いちゃう。つうか、宮城は同陣営支援キャラの総格の旗揚げに氷耐性 10% 減少がついてる点からほぼ氷確定だろ。2個も同じ陣営にエーテルキャラなんて誰もいないけど、エーテルバフ持ってるし、ソシャゲである限り同じ役割のやつが食っちゃうのは普通にあることなんだから、小出しにそういう経験積ませておいて慣れさせておくのは割といつものほよばじゃね。良い意味でも悪い意味でも、キャラ愛強いやつや信者が勝手に介護官キャラでも十分攻略できます。手をしてくれるし、過剰不安抱きすぎるのも問題や。ニコのエーテルバフもリナの電気バフも同陣営の他キャラとは全くシナジーないやん。総格の性能は何の根拠にもならんね。これなんよ、消えた風以外で属性変わったやつって他に誰いるの？11号は物理だったとか、雷管は雷だったとか、リナはエーテルだったとか、そういうのあったら知りたい。CBT の話なら例えば弁は物理だったぞ。
1.3 とか 1.4 の早い段階で来るなら氷から変わってる気がするけど、別に氷強行でも不思議はない。氷強行でエレンに被せてくるのもまあ、濃く考えたらあまりいい手ではないだろうし、雅が氷異常か、あるいはそれぞれ電気異常、電気支援、電気強行とかかも。でももしそうなったらエーテリアス相手に電気なんか使ってるのがちょっとあれだしな。普通に氷強行でしょというかロールが被ったら差別化できないなんてゲームシステムならこのゲームに未来はねえよ。別に激変で氷にパーティー使えってなるだけだしどうでもよいわ。氷ほぼ確定じゃねえかな。総格でサポートして火力出す担当なのは明らかだし役割は異常の可能性もあるけど、まとめとくぞ。全ゼロの CBT は1から3まであって雅が入ってたのは2年前の1だけ。最初はキャラ数も少なく風属性があってエーテル属性がなかった。属性変わったキャラは総格が風、氷、ベンが物理、炎、ニコが物理、エーテル総格との相性考えるなら雅は風でよかったはず。エレンも追加されたことだし雅が氷で正式実装なんて保証はどこにもない。戦闘スタイルの差で十分住み分けになってるんだから別に被っても問題ないやろ。エレン貫突してるが雅も貫突するぞ。名誉ビクトリアがマジで名誉ビクトリアになる。氷の異常で凍結中は地震の火力上昇とかならエレンと属性被ってても使い分けできるでしょ。氷の異常は正直面白そう。みんな雅に自分のヒーターアタッカー片落ちさせられないかビビってんの。面白いなご属性しかないんだから心配しなくても初期アタッカーなんか全員半年後くらいに出る同属性同ロールのキャラに片落ちさせられるんだし誤差だよ誤差。その前に整形に成功するかどうか、モデルは作り直しで実装延期されてるから期待してるよ。顔面工事楽しみ。過去の PV の戦闘画面だと氷のエフェクト出てたからな。ただ変わることはあるらしいが、このまま氷だと思う。少なくとも雷に変更されることはない。雷属性は雷電将軍みたいなのを出すのが予定調は、どのキャラも片落ちになるのが当たり前だよな。属性なんて限られてるし氷の強行は年1位には追加されるわ。なてか今後氷の強行がずっと出なかったらエレンをスルーした人は何年何人になるんだよ。俺は雅推し、お前はエレン推し。よし、この話はやめよう。そうだな、氷強行だとしたら逆に言えばエレンが片落ちになるような時期になるまで出てこないとも言えるんじゃないか。カタラクチとかを考慮しないにしても限定の強行という枠で同じ属性が短いスパンで出てこられても困るし、ホヨバは同属性アタッカー近くに実装とか普通にやってるからあんま関係ないベータから変更入ってもエレンとは違った操作感のキャラになるだろうし普通に 1.3、1.4 で氷で実装も十分あり得る。エレンもミヤビも好きだし引くけど同じ属性だったらやはりもやっとするな。ミヤビが氷属性になるとしてエレンより火力出せるなら実装は他属性のアタッカーより後になるだろうし、エレンと火力トントンならエレンとは違う使用感、表にはあまり出ず一発火力ドーンとかで実装されるだけだと思う。ムービーでは明らかにエフェクトが雷ぽかったけどな。人玉が刀に宿った時は炎っぽいし氷には見えない。最初のベータから一切出てこなかったことも考えると属性もモーションも変わってる可能性は普通にあり得る。雅の後がバーチャルアイドルなら別にエレン持ちはスルーすればいいだけじゃ、支援や2体目の限定撃破が来るかもしれない。ムービー見返してみたけど人玉まとってるから刀振るってる時の閃光は青でもエフェクトは紫だったな。現状雷もあり得るし氷もあり得るって感じかな。案外氷と炎の複合属性とかやってきそう。なんか海外にも人気キャラらしいし人玉オンオフで初の複合属性アタッカーくらいやってきそう。今のペースでいったら白馬の目玉にもなるし、雅はここまで引っ張るとマジで強いキャラに仕上がりそう。思ったより手が回らなくて雅のモデル直す時間も確保したかったとか願望入った希望的推測だけど、データで使えたキャラが即実装しないというのは結構異例なので、雅はモデル作り直しか性能面見直しじゃないかな。強行じゃなくなる可能性までありそう。
原神なんかだとベータのキャラでも結構後回しにされてないか。そう、あやかさんにストーリーの展開等を含めて実装するタイミングが後ろにずれてるだけだと思うが。みやびも欲しいけど 1.4 以降の新人 A やキャラも気になるな。最初のバランスで構想されたのに実装だけ遅くて弱いパターンも全然あり得るからなんかも。すでに主演で火力インフレが始まってるし、みやびはとんでもない火力で思想ボンプも同様。このまま一突主演が無双し続けるとは思えんからこれが基準になるんだろうな。一突主演がずっと壊れ続けたらエレン派も主演派もにっこりだけどまあないな。みやびまで持てば御の字では、っていうかみやびが氷で出るかすらわからんけどな。エレンはダッシュが本体だから。主演はブレイク後のダメージの満足度はあるけど、ザコとかだと結構散らばっちゃうからエレンの方が使いやすい。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もゼンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。